だからヒーローなんちゃらって書くとさ、よろしく埋もれるかなと思って。さあやっていきましょう。マップはグリーンコースト、お相手はセル、よろしく、いくぞーい。こちらフランスだ。そうね、スーパータイムマシンが必要な物資の転送は完了している。指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。まあでもあれでもいいよな、設定的にはその特別に認められた人、例えばさ、オールマイトがディクにさ、そのワン・フォア・オールをさ託したじゃん。あんな感じでその能力を託すことが前提になってたりとか、そのなんかそれで隠さなきゃいけなくて、事務所のその存在というか、だから楽器店を名乗ってるみたいな、そういう設定にしてもいいかもね。まあ、別に誰も気にしないと思うんで多分妄想です。こういう妄想って案外面白いから。ピクシブのファンアートなんて9割が妄想だしな。指導キーが見つかったな、設置に向かってくれ。どっち行こうかな。あ、セルはあそこから出てきた。どうしよう。破壊されちゃうのこれ。なかなかやるではないか。よし、新しい起動機が見つかったぞ。さあ、スクオあんたも気をつけてな。ほいほいほい。そう、また起動機が見つかった。設置に向かうんだ。チェンジレベルは1の半分。ホイポイケースカウター。おお、外れ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。やられたか。感謝します。ギス、私のパワーの一部になれたのは虫の光栄というべきだ。むしろ光栄と言うべきだ。とろけてるよな。蘇生できるかな。違うよ。もうなんでアイテム拾っちゃうんだよ。この場面蘇生だろうが。おい、するか。今日探知じゃあボール持ってきたで。置いとくで。なかなかやるではないか。いくら私がまだ完全体ではないと言ってもな。近い。さあ、ボールは集まってきた。ボール4つ。微妙だな。5つか、あと2つ。まあセルが1個ぐらい持っててもおかしくはないな。セルだったらさ、尻尾からドラゴンボール吸収すればさ、奪われないんじゃないの。あら、救助できないか。やられちゃった。防げないよねこれ多分。防ぎにいってる。ああ、防げない、残念。じゃあ第2形態 A の起動キー見つかってないんでね、ちょっとこれ長期戦になっちゃうかもな。
空いてる。ドラゴンボールが7つ揃ったぞ。最短でシェンロンを呼び出すんだ。この辺の箱全然開いてないんだよな。開幕多分セルがこの辺にいたから開けられなかったんだろうね。いいぞ、また起動キーが見つかった。見つけた。設置位置は、あーこれか。いいわ、もう急ごう。どっちかを刺さないともうタイムパトローラー使えないから。よし、なんとかなった。あとはタイムパトローラー使いましょう。さっきね、自販機が2つ見えたんで、あれを買いに行きたい正直。ただスキル使えなくなってるんで、今行くと死ぬね。せめてグラップリングと変形ミサイルを回復しないと。あ、いいに、もう奥の方に行ったな。じゃあ自販機まだ残ってるかもね、見に行こう。お、シェノン呼び始めた。 C、 アイディアから一回キャンセル。今の間に E させるかね。さあどうかな。おっと、チェンジパワー今あるぞ。これ破壊いくかな。ペンディブさん、あら、ハリボテさん、ちょっとメンバーシップギフト送っていただいてありがとうございます。あれ、ちょっと待って、2件送っていただいてる。ごめんなさい、試合終わったらちょっとまた改めてお礼を言わせてください。ちょっと今試合中だと雑になっちゃうので、後で改めて。あ、やばい、ボール奪われる。逃げます。見つかるな。残念。ちょっとでも見つかりづらいとか置いたけど、これでボールは奪われずに済んだか。どうだろうな、道中にあるんだけど伝わるかな。あー、やべえ、そっち行っちゃうとボールがバレる。あー、ギリバレてないか。ボールはギリバレてない。でもその位置は仲間も気づけないね。ボールのレーダーとかがあればわかるんだろうけど、スーパータイムマシンも触れてないし、ちょっとこれはやばいですね。何にも全部がうまくいってない。救助もいけてなくて、ボールも取れてなくて、スーパータイムマシンも触れてなくて。あ、救助来た。でもこれ間に合わないぞ。せめてスーパータイムマシン触った方がいいぞ、チェンジない人は。あ、焦る、完全体かよ。あら、大丈夫ですか。いや、これ逃げられんな。もっと楽しめること期待して。ああ、ボールはまだある。蘇生いけないか。これも破壊するなら破壊されるしかないわ。シェン
ナーを呼ぶにしても、とにかくまずは蘇生だ。人数が必要。1人1対1ではどうせ勝てないから。エリア破壊、パーフェクトカメハメハか。今のうちにスーパー魂触れないか。よし、一人行ってくれた。高速系の技があるかどうか分かんないけど、これは任せよう。入れよシェンロン、ドリンク仲間に渡す暇があるかな。さあ、承知した。瞬間移動。バチン。壊されたか。まもなく脱出用タイムマシンが終わり、青い光で示された場所にある呼び出しビーコンへ。ダメか、あんなギリギリだったんだ。ダメか、エネルギーバリア。ナイス。入れ破壊か。確かに素晴らしい。ドリンクあるぞ。まだ諦めるんだよ。ふう、これはタイミングむずいな。来れないか。ナイス、来てくれた。よし、飛ばせ。こナイス。あぶねえ。そんなバカな。オッケー。きつい試合だった。ジジイ。さてやっていきましょう。マップはグリーンコースト。お相手はギニューだったかな。ごめん見てなかった。多分ギニュー。さあやっていきましょう。ほい。こちらトランクス。あのね、俺一個可能性の話していい。可能性の話。あのさ、僕のヒーローアカデミア、ワンズ・ジャスティスっていう、確かゲームがあるんですよ。格ゲー。これが、まあ、同じようなさ、ヒーローアカのゲームではあるんですけど、格ゲーなんですね。いらっしゃいませ。その、モデルをワンチャン使い回して、その、ヒーローアカのバトルは作ろうってなってる可能性ありますよ。ブレイカーズみたいに。ブレイカーズは、ゼノバース2のモデルを流用しようのもとで作られた非対称ゲームじゃないですか。同じバンナムで。で、
ワンズ・ジャスティスも、まあ、同じようなね、ヒロアカのキャラクターだからさ、使い回しが効くじゃないですか、ぶっちゃけ。もちろん、モデルの多少ね、手を加えなきゃいけない部分はあるでしょうけど、一から全部作り直すに比べれば、はるかに工数が少ない。って考えれば、じゃあ、バトロワ作りましょう。で、なんだろうな、予算かけたくない。で、モデルとかいろいろ使い回して、じゃあやらせてください。じゃあ企画通しますね。で、作られたってなればさ、まあまあ、納得じゃん。マップは一つしかないわけだから、新作ゲームっていうほどさ、めちゃくちゃなんだろうな、作り込まれてるとは思えないし、まあぶっちゃけね。で、ワンズ・ジャスティスとのコラボっていうのがゲーム内にあるんですよ。その、なんていうの、広告とかに使うイラストとか。だから、コラボってさ、やっぱ別の会社だとなかなかコラボしづらいじゃないですか、いろんな問題があって。でも同じ会社で同じモデルを使ってるとなればコラボは容易ですから、だからコラボしてんじゃないと思うんだよな。どう思う俺の考察は。ワンズ・ジャスティスの開発元を俺知らないから、開発元が全然違うんだったらないかもしれないけど、同じバンナム開発、可能性感じるよね。ワンズ・ジャスティスとモデルの感じもなんか似てる気がするし、待てないな。誰かねえ、キャラモノは流用あるよね。だってブレイカーズなんてそのスタンプもそうだし、ボイスもさ、そのいろんなゲームから流用してるじゃん、間違いなく。だからめちゃくちゃ流用されてるよ。分かった分かった、ボールな。グラップリングで伝えなくていいから。そう、だからそういう考え方なんじゃないかな。だからバンナムが今、ヒロアカもブレイカーズも別のゲームで作ったモデルとかを流用して別の企画を通せないかっていう、なんか企画コンペみたいなのをやったんじゃない？俺の勝手な予想よ、全部。で、ブレイカーズはドラゴンボールの非対称ゲームとしての企画が通った。で、ヒロアカは格ゲーのモデルを使ってのバトロワっていう企画が通った。でそれぞれが、まあ、発売年数は近いじゃん。去年ブレイカーズが発売で、今年ヒロアカが発売で、1年違いしかない。ゲームの開発って何年かかかるから、別動態のチームとして開発っていう可能性は大いにある。まあもちろんブレイカーズはディンプスなんで全然違うけど、でもバンナムに企画を通さないとパブリッシャーとして売ってくれないっていう問題はあるはずだから、企画は絶対バンナムが見てるはずだし。ボールいただけるかな。センキュー。これボディチェンジ怖いね。リクイムがボール持ってるかもな。あ、例のブレイカーズ公式 に関われるか、ゲームが終わった時に話すという例の話、早く話したいわ。個人的にはもう別にいつ話してもいいんだけど、それがあってからの方が厚みが出るから置いてるだけなんだよな。瞬間移動の回復待とうか。リクーム怖いね。グルドもいるね。 AE が結局残るか。もうグリーンコーストは AE だけなんとかしようぜみんな。もうこのマップ この残し方しかねえよ。気に酔わせる発言されたって気になって夜も眠れない。でもずっと前から言ってるからね俺これ、多分8ヶ月ぐらい前からこの話してると思うよ。匂わせるも何も。
した今。キチュッチュッてした今。リクもいるね。変身使ってるのは3人か。もう1人ぐらい回復したら戦おうって言ってみるか。瞬間移動回復、一人回復したな。行ってみよう。戦おう。さあ、ロッピってタッチみたいな。ボマーが出たらしいぞって。ボマーに気をつけろって言われるかもしれない。おい、最近ボマーが出たらしいぞ。ちょん。そうか、気をつけろ。わかった、ありがとう。怖っ。俺は爆死するかもしれんから、みんな気をつけてつけていこうぜ。行こう、ニクームのうちにボール奪いに行こう。ボール落としたけど、落ちた場所が悪いな。あ、なんか落ちたぞ。逃げ回ってるな。キック、おお、はめられてる、はめられてる。よし、一旦戻ろう。誰かやられた。やばいやばい、狭い場所でのボンバーはやばい。なんか誰かゲームオーバーになったんだけど、なんだ。突然落ちたな。とりあえずタイムパトローラー使うか。ボール奪ったか。ボマーにやられた。おい、ボマーどこだ。誰がボマーなんだ。一体何者だ。やべえ、ボール置いてくれ。了解。いや、これ呼ぶしかないか。これとりあえず呼ぶよ。妨害されるにしても何にしてもまず呼ぼう。これスーパータイムマシン破壊される方がきつい。妨害してくれた方がまだマシ。イデオジェノン。さあ、承知した。間に合うかな。防いでくれてる、ナイス。これきついね、だいぶ。それバーカだよ。あー、破壊されるこれ。近接グルド、まだ残ってたか。よし、決まった。ダメか。これは破壊合いあと1段階だと思うんで、もうこれ離れられないな。ダメだ、壊される。ダメか。ナイス、これは ありがたい。まだ1秒触ったら終わりだこれ。エリア破壊か。くぅ、やばいぞこれ、離れられねえ。 0.1 秒でも触ろう。あんまり空高すぎると壊されるな。パープルコメット、
サクって言ったけどな。当たったか。くー、やっぱジース強えよ。サクって言ってんだけどね。新刊演出中触れるか。こらきついぞー。俺死ねないな絶対。ごめん。ワンチャンあるぞ。まだあるまだある。俺手にしてくれた方がいい。むしろ。ナイス、ノックバック。戦闘力上昇、起動成功、オッケー。あぶねー。くぁ、怖い試合だった。いや多分本当にギリギリだったよ。さっきの仲間が来てくれたシーン、あのジースの時にさ、俺が近接じゃバニッシュか入れる時に合わせて再撃波入れられて吹き飛んだ。でもう多分ね、破壊ギリだったんですよ。もうあと本当に1秒か 0. 何秒か触れば破壊っていうタイミングで仲間が来てくれて、その攻撃が入ったことによってその破壊が免れた感じだったと思う。本当にギリギリだったと思う今のは。カウントなんとなく数えてたけど、もう無理だと思った。ああ、これ 0. 何秒か間に合わないなと思ったら、仲間のあの攻撃が頼もしかったわ。かっこよかったあれ。